ドイツ国営鉄道250型は、東ドイツのドイツ国営鉄道が1974年から1984年にかけて製造した交流用電気機関車である。東西ドイツ統一後の1992年に、ドイツ鉄道155系、ドイツ語、ダバグ・バウレーヘ155と、改版された。その角バッタ外観から、電動コンテナと、あだ名されており、 また、東ドイツ風のあだ名として、シュタージコンテナとも呼ばれている。本形式は、東ドイツの鉄道における最高出力を誇る、機関車であった。ライプツヒメッセの会場に展示用に運び込まれた250、軽電気機関車、1982年1960年代中期、ドイツ国営鉄道で収益していた211型と242型では、 出力不足が露呈し始めたため、ドイツ国営鉄道は、さらに高出力の新型6軸機の製造を起きとした。1974年、東ドイツヘニングスドルフノル社の工場から3両の、原型車が出場し250型と不満され、1977年から1984年の間に270両を製造、収益後は、 貨物列車や旅客列車で運用された。東西ドイツ統一後、旧東ドイツ地区の鉄道輸送は一時停滞する。この期間に250型は155型と会話、多くが旧西ドイツ地区へ廃転となった。ドイツ鉄道の組織改革後に、これらの車両は貨物部門の DB カーゴへ転籍した。 1998年より一部の車両は予備部品確保用となり廃車となったが現在も依然として約200両が在籍している。ありがとうございます。